今回はなければなくていい。でも、あった方が絶対安心。簡易トイレの紹介です。車中泊するしないにかかわらず、トイレを積んでいることで、安心感が全然違います。DIY しようかとも思ったのですが、コンパクト性を重視するには、市販の品には勝てません。昔、一月ほど車中泊一人旅した時に持って行ってたトイレがこれ、そこそこサイズが大きいのと、二人車中泊が増えるので、収納スペースを増やすためコンパクト簡易トイレを探してました。見つけたのがこれ。かなりコンパクト、コンパクトなのに使い勝手が良さそう。伸ばせばこんな感じです。ベッドを作っているのでこの状態でも使えます。この部分に袋を挟み、その上にペットシーツを敷いて使おうと思っています。一般的な使用方法は袋をして凝固剤を入れて使用するみたいです。高さの調整ができる。ちゃっちく見えるかもしれませんが、130キロまで対応してます。基本は凝固剤使用です。ペットシーツによっても吸水力違うので、使用前に一度テストされることをお勧めします。猫ちゃんの紙砂等もいいかもです。 300ml くらいは一気にいっても大丈夫だったので、子供の場合は全く問題なさそうです。このシーツは 500ml いけそうでした。使用した後はこの匂わない袋に入れておきます。自治体にもよりますが、燃えるゴミとして捨てれます。付属の袋、匂わない袋、ペットシートをしまい、付属の袋に入れ、私は車内に常駐させておきます。